どうしようです。いろいろ実況をやっていきましょう。というわけで、このね、ギガ光る。いきますけどね。これちなみにこのギガ光るって名前、これ二つがかかってるんですね。これ実はイオ光と、ギガヒーローと光る価格、二つかかってたんですよね、実はね。まあ、これ気づいた人は少ないと思います。このイオ光というね。イオ光の、ギガ光るの人。ここは。はぐれみたいに出てこへんと思うから、多分このレベルでは。とりあえず、モントラーで一撃かませるんで、これで倒すことができれば、もう、レベルアップ必死なんでね。でかっ！やばいな。威圧感半端ねえな。いっちゃいな。いいや、いいや、いいや。え？おい、やばい、やばい、やばい、え？一撃？めっちゃええやん。ダブル上がる？おお、そこまで上がらん。素早さめっちゃ上がった。20でかいぞ。でかい。おー、オッケー、300いった。もうこれで。しかもこいつ行動早持ちやから、もう別に先手取らへんかって、もうどって、取ってまうっていうね。どっち取って、いや、こいつやばいな。ギガ光るの人、かっこええやん。おいしょ、はぐれみたいに出た。おいしょ。おいじゃ。雷鳴剣！いや、マジで。おっしゃ！雷鳴剣！めっちゃ強い！かっこいいな、ほんま。ヴァンパイアみたいでね、歯が。かわいいな、こいつ。HP 上がりすぎやって。え、全然上がれへん、能力。大丈夫か？よっしゃ、オッケー。ダウンガード。もういらんかな。ダチロキリいるな。ハンターか。いや、いいね。もうハグで一撃でしょ、多分これで。楽勝！これでかすぎるぞ。めっちゃ気に入った、こいつ。しかもこいつ武器強いからいいんやって。奇跡の剣持っとうから回復するわけよ。届け雷鳴剣！いや、かっこええな、雷鳴剣。おう、しかもオート HP 回復持っとるでな。やばない。こいつ強すぎひん。いや、ちょっとやばいやろ、こいつ。絶対戦取れてこれ強すぎるやろ、ちょっと。1レベル29。マジで？こいつ化け物かよ、お前、ほんま。お前、化け物かよ。いや、もうこいつ化け物やわ。やば！うわ、これ当分エースちゃう？こいつ。長老獣、気にならんでも。いや、こいつやばいと思ったけど、やばいな。コメントでもこいつ使っとる人おったらしいけど。めっちゃ強いで。もう先制攻撃。関係ない関係ない。雷鳴剣！やば、一撃？ 100 回復した、やばいな。まあ、この奇跡の剣はマックス100なんでね、HP 回復。100回復でかいでしょ、やっぱ、でも。正直。100回復すればもう、野生の戦闘では負けないですからね。で、ここにスララスライムも横に。行く感じですけどね。やばい、パーティー。いた！そりゃー！雑魚が。よし。オッケー。サクサク行きますよ。どんどん行くぜー。よっしゃ。背後取れよ、背後。オッケーオッケーオッケー。先手師匠、雷鳴剣。でもかっこええな、攻撃の仕方、こいつ。雷鳴剣！最後の攻撃し終わった後の、あれなんなの？てってれてーみたいな。若干揺れるやろ、こいつ。HP が異常に上がる。やばい、HP おかしいって、こいつ。めっちゃ伸びるやん。HP めっちゃ高ない、こいつ。やばいな。で、しかも、雑器耐性無効やから、これ守備高かったら絶対死なへんやん。しかも、オート回復持ち、奇跡の剣。やばい。で、しかも、相棒には、素で魔法カンタ持っとるっていう。いや、これ強いな。こいつ。これ、ちょっと強だね。お、デビルバーン。しかも、デビルバーン持ちって、ええな。いいね。攻撃するたび回復するっていう。
やばいやばい、デビルバー持っとるって。はぐれ来いって、はぐれ。うわ。ちょ待って、これ強すぎる。うわ、やばいやばい。これ強すぎるわ、こいつ。序盤最強なんちゃう？もしかしたら、かっこよさと、しかも装備剣っていうところも含めて。雷鳴剣ブルー！しかも3回コーダーの位置から。強いなぁ。余裕やもんな。圧巻の。HP が上がりすぎ。いやー、よかったー。これをメタルエリア楽しなったわ。ちょ待って、パーティー強ない？モントないらんな。後ろ下げとってええな、これ。守備高いし、HP 高いし。で、常に魔法感のもとか呪文効かへんし、こいつは。いや、やばいな、このコンボ。で、さらにこいつ守備力アップ持っとうから、多分、上がるんだよね。次、48上がってやばいやろ、これ。最後。うわ、やば。超えた、超えた、超えた。これ上げていくか。よし。ぴったし。ふくくん。ま、白上げとくか。ま、ため息。いらんかな。オッケー。いや、やばい。いやー、HP742。高すぎ、こいつ。つへぇふふぇって感じ。マジで。やばい。さて行くか。無双やで、悪いけど。いや、これほんま強いわ。どこが、あ、でもどうなの？俺自信しかないけどな、正直もう今。魔王女行くか。っしゃー行ったのかい。ちょっと前までね、しんどかったんですよ、長老寺のパーティーやったら。待って、攻撃力はただそんな高くないから。400やもんな。500欲しいな。もうちょっとレベル欲しかったっすね、こいつね。もうちょっとレベルが欲しいかなと思うんですが、もう仕方ない。来いよ。しかも先手取るんでね、絶対行動早い。だから先手取る必要がないです。もうどっちも先手取れるんで、能力的に。うれ！お、強っ！めっちゃ強いやん。ふっふっふ。機関。機関銃 !200 クラッシュで一発一振りで。全然余裕やん。てかさ。こいつ自動 MP 回復持たしたらやばいな。自動 HP 回復かよ。あー、でも HP 回復持ったらもっとやばいな、こいつ。まあ、通常攻撃で攻めるか、基本は。こいつはま、バイキルト使わずに。これ自動 HP 回復、自動 MP 持ってへんもんな。バイキルト用意で、とくかな。まあ、残念なのは、こいつはスタンダードボディってことかな。スモールボディ持ってたらよかったけど。まあまあ、最強パーティーでしょ、これが。現状ね。どっちも特技使わずに行きます。さて、行きましょう。もう楽勝なんでね、正直。ん？うわあ、びっくりした！来た！骸骨剣士。武器、武器、武器。命の木の実。痛い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 。やっぱおったか、ミミック。わかってたよ、ミミック。お前がいることぐらいはね。まあ、特技使わないで行きましょうか、じゃあ。雷鳴剣ブルー！ええー、マジで！はぁ！やば、あいつ！やば。ヒーターはさっきのちょっと。ガチで引いた、さっきほんま。やばいやばい、やばい、やばいやばい。え、こいつマジで、え、強すぎん、敵。ガチか。倒して。おぶね、やばすぎやろ。え、会心強っ。 HP 7くなったら死んどったやん、完全に。あ、これやば、これやばい、これやばかった、普通に。
死によった普通に。いやもう死んだらもう同然やったほんま半分。シュプリンガ。シュプ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 リンガ。待って、プロトキラー強すぎあいつ。ざけんなバカ野郎。オッケー。くそ。一回この時ちょっと弱いな。バカめが。効かんな。えい。アタック感と欲しいな、つね。雷鳴剣とどろけ。うん、雑魚が。ちょっと守備足りひんな、もっと。うらぁ。あと回復力高いから。全然いける。あ、会心ですね、怖いのは。HP 高めに維持しておきたい感じはしますが。じゃあ行きましょう。まあ、ザキ耐性無効なんで、で、魔法カンタ持ってるんで行けます。ザラキは怖くない。行ってこい。えいえ。オッケー。よし。あ、これちょっとバイキルですけど、早いな。バイキルさん使いましょう。会心出んやろ、さすがに。出たところでやろ。ふっ。効かんのかよ。さて、行ってこい。はい、200。強っ。バイキルだけでめっちゃ強いな、一振り。効かんな。オッケー、お疲れ。いや、安全に戦えるわ、これで。まあ、このパーティーで怖いのは会心の時期とかですね、もう。また混乱とか怖いけど、あ、混乱させてくるやついないでしょ、まあ、多分。せーい。はい、無理。避けれません。さてさて。雑魚が。死ね。バカ野郎。痛い。オッケー、時代ピチクワフ。そしてこっちも HP 回復。ワン。もう一回回復したし。強ー。回復強マジで。奇跡の剣とのこのコンボがやばい。3体から全吸収できるからもう、おお、HP また上がる。この HP でかいな。これだけ HP が上がってくれればもう負けないんでね。まずまず。大事ですね、負けないってことは。お、吹雪ブレスガードの証。勝ち続けることが大事なんでね、やっぱり。聞かへん。よし。開きまーす。何しようこちら。一緒行って。ああ。まあ、ええわ。来いよ。うるれ。もうちょっとこれ。そう。まあ、ええわ。四回動きやばいな。まあ、ええけど。来いよ。つふふ。強すぎるひん。強すぎひん。ほんまに。まあ、ここで回復できるかでかい。こいつ先手で回復できるってやばいよな。めっちゃ強ないほんま。オッケー。いや、ほんま強いよ、このギガ光。さすがやな、やっぱ。光って名前が入ってやっぱやばいな。ほんまに。こいつはぜひちょっと使ってみてほしいわ、いろんな人に。ほんま強いわ、こいつ。ガチで。いや、ほんま冗談抜きで強いで、ほんま、これは。コアトル無視しますか。まあ、あれ、持ってるね。持ってるのも一回手に入れたね。いかへんがな。さてなんだ。世界中の歯、でかい。もうボス戦ですね。もうラスボス戦とかで使いますね。いけ、で、マイクラスみたいな音して。さて行こう。
上へ参ります。あー、そういうことね。なるほどね。オッケー。上にまでスイッチが繋がっとるというわけね。電流が。ややこしい。まあ、これでいけるでしょう。この先気になるな。踊りすぎ。やばそうなとおるんじゃん。コアとおるとおるんじゃん。あら。怖こいつ。お。え、デビルアーマーってこんなんだっけ見た目。こんな黒かったっけこいつって。めっちゃ怖くない？マングローティゲット。よし、踊っとけ。連続持ちの会心式出やすいってほんま怖いな。もう一回踊って。踊りな！あ、開いてない。開いてない。うわぁ！マジかよ。デビル。フライングデビル。シュレイ！んーもちょい！レイ！んー、ラストアルバックーイ！もうちょっと攻撃が高ければ2発で沈みそうな感じはするけど。いや、2発で沈めたいな、こいつらできる限り。悪魔の姿が起こったら鬱陶しいからな、ほんま。ひどい。踊らんのか、お前。戻らんのかよ。倒す！えい！よいしょ！オッケー。バカめが暗い。やっぱ会心系か。やっぱり会心系か。君も会心系はほんまマジやばいわ。ちょっとおかしい。性能がやばいほんまに。いるりゃ剣王強っ。300でけえな。オッケー、ちなみになる。オッケーオッケーオッケー。行きましょう。一、三、一。うわあ！無理です。もう無理です。勢揃いって感じだな、お前ら。ふざけんな、バカ野郎。もうちょらいめっけん、うる！よし！オッケー！最高！攻撃もっと欲しい。600くらいだったらやばいんやろな、多分。少ね。で、奥が多分全部開くってことやな、もうこれで。開通！宝箱なし、オッケー。あそこの大口剣士逃げる。大したことね。これだけかよ。ちょぼすぎやろ。逃げれるんかい？抜けれんのかい？え？行き止まり？え？いや、おかしいおかしいおかしい。またのところが失礼しますじゃないからな。オッケー、吹いついたら余裕で、はい。あ、吹いつく意味あるな、これ先手取っても。吹いついた方がええやん、絶対これ。吹いつこう。てか、踊らしたから余裕やな。
よし。いいよ。OK。OK。どこ行くねんで、マップ。あ、あれやぞ。うわ、開いてねえ。マジかよ。こっちか。来た！レイ！来たー！おー、来た！セーブしましょう。さて、じゃあ一旦、今回はこれで終わりたいと思います。まだ引き続きやっていくね。見てください。終わります。ありがとうございました。